ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれカイラなんかな、ちょっとよくわからんね。あ、カイラやね。大丈夫か。カイラ様、無事だったんですね。おお、間に合ってよかったぜ。さあ、俺たちと一緒に。ゴミどもめ。我が宮殿に何をしに来た。なんか神魔妖怪になってないですか。カイラ様。そんな、神魔妖怪になっちゃったの。おとなしく魂を吸われておけば、ここまでする必要はなかったのだがな。お前たちとの記憶をすべて封じ、妖魔界を治める闇の王にしてやったのだ。なかなかにしぶとい男だったぞ。お前たちを待つ間の良い暇つぶしにはなった。そらなき。貴様、なんということを。嘘。お願いカイラ様、正気に戻って。ちぃ。ふざけたことを。人間ごときが妖魔界の大王に口出しをするか。こんな声やったっけ？声まで変わった？朽ち果てるがいい。閻魔宮殿、私が守る。貴様らここで朽ち果てるがいい。あ、まあなんかちょっと声の出し方を変えてるだけか。闇に染まりし邪王。神魔カイラ。絶対強いやん。神魔カイラが現れた。頑張ろう。直伝でちゃんと、とりあえず回復はしてあるけんね。キュービグレートか。聞いてくれるような状況じゃありませんよ。とにかく今は戦うしかないでうぃす。グレン地獄。いやー、恐ろしい。恐ろしいよ。火炎の術。あ、この範囲危ないんで、いけるいける。ですよねー。ですよねー。怖い。超刀狩り。そして、鬼水剣。あ、危ない。なんでやねー。これは途中で会話とか入らずにそのまんま戦っていく感じかな。あ、待って。はい、ケータ。はい、友達召喚天。どういい感じ、いけた。痛い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 。うわ、神速アタック。えい。お、ドローン。なんかこれ役に立ちそう。みんなに使ってもらおう。ありがとう。お、さすらい玉。お届けに参りました。はい、さすらい玉。おお、やったー、お届けに参りましたって言ってるけど、必要なかったね。よかったー、ちゃんと誰も倒れることなく倒せて。お願い。カイラ様。お、戻る？この力があの時にもあれば、ちゃんと元に戻せたんじゃないの、同月も。お前たちが私を止めてくれたのだな。すまない。私にはもう力が。おい！何を言っているカイラ。エンマ、貴様に大王の座を返す。私はもう、大いにふさわしいものではない。お前に、を任せたぞ。なになになに、死ぬの？妖魔界を頼む。え？消える。マジか。結局そうなのか。つら。そんな。カイラ様が。私が手を下すまでもなく消滅したか。伝承に残されたイザラの王がこの程度のものだったとは、哀れだな。さあ、これでお前たちに後はない。
潔く負けを認めて私の元へ来るがいい。負けはしません。俺は一人でも奴と戦う。勝ち目のあるなしはもはや関係ない。ねえ、俺たちだと気持ちは同じだよ。一緒に戦おう、エンマ。そうか、感謝する。空泣き邪王カイラ、お前の魂は我らと共にある。共に空泣きを撃つぞ。よし、みんな空泣きのところに行こう。この先もう空泣き。ちくしょう、カイラ様を助けられなかった。くそ、空泣き。許さない。僕らの手で空泣きを止めよう、絶対に。ちょ、回復しておかねば。てか二人は見てたんじゃない、戦ってるの。どういう心境的に。我らの力が及ばず、なんと無力な。落ち込んでる。カイラ様。ね、落ち込むよね、そりゃ。この先にいるの？最上階なの？あ、まだ。また無限回廊じゃないよね。もういいよ、無限回廊は。うわ、なんか。いや、大丈夫。進める。うん。はい、来たー。感じる。この先にいる。私たちが倒すべき敵が。裏は何もないと。行こう。とてつもない気配が鏡の奥から感じられる。先に住む格好を問いかけてくるようだ。閻魔宮殿の大王の前へ向かいますか。向かうしかないでしょう。行きます。悪い。相変わらず。ようやく会えたな、主かよ。私の力となる覚悟はできたか。覚悟しなさい。そんなつもりこれっぽっちもないわ。私たちはあなたを倒しに来たんだから。空泣き、カイラの仇は討たせてもらうぞ。覚悟するんだな、空泣き。許さない。夏目も妖魔界もお前には渡さない。行くぜ、みんな。これ以上みんなを傷つけさない。お前は絶対ここで止める。無駄なあがきよ。お前たちは全くあの日から変わっていないな。崩れた城、狂気に侵され死にゆく城の主、まるであの時と同じ光景ではないか。何を言ってるの、空泣き。全員生まれ変わりってこと？記憶にないというのか、主かよ。お前が絶望に落ちたあの日のことを。ならば思い出すってやる。始めるぞ。戦闘、うわ、戦闘きたー。私が終わらせてやる。そっか、そういえば一回戦ってよね。でもあの時より多分パワーアップしとんやろうな。なんか後ろのマガマガしいし。そして愚かな獣神、かつての悲劇を憎しみよ。さあ絶望するが、いやー怖い。でもやっぱりかつての獣神ってことはやっぱそういうことよね。いて警備グレートか。前と同じ戦いが通用すると思うなよ。やるね、グレン地獄。これでどうかな。ペイン。何か聞きました？全くわからないんだけど。オロチグレーとか。ちょっと待って、とりあえずって。ヤマタのオロチ。何か聞いてます？全くわからないんですけど。何？なぜ奴の容器がここに。何を驚いている。死人にでもあったか、空泣き。この声、もしかしてカイラ様。カイラに宿るイザラの魂をこの溶水晶に注ぎ込んだ。我が魂を取り込み。なるほど、取り込むってこういうこと。どういうこと、全くわからないんだけど。あ、とりあえずあれか、容器がなくなった時に使うってこと。わからんけど。でもこれ溶水晶なんかダメージ受けとるよ。あ、サラナキンダメージ受けとるってこと。待って、フミちゃんどうなって。いいね、フミちゃん必殺技使った、もしや。よーし、知らん間に使わないで。お届けに参りました。なんなんやろ、どうすればいいのこれ。これを取り込んで空泣きに使うって言ったね。みんな戦ってる？なんだ
ぞ。まだ現れるか。何度来ようと壊すまでだ。ならばこちらは何度でも作り直す。空泣き、我らの絆の力、とくと受けるがいい。どういうことなんやろ、私には全くわからないんだけど。あ、またなんか来る。とりあえず回復とかに使えってことかな。ちょっと待って。なに、どこに何を置くの。あ、ここ痛い痛い痛い、怖い怖い。なんか結界が破れたっぽいけど。畳みかけるぞお前たち。なになに、何をしたのかが全くわからない。グレーとかグレーン地獄。とりあえずこの目ん玉攻撃すれば。保釈な。だが私は負けん。あっこをなんか狙っていけばいいってこと。狙え。何かしら撃ったよ、よくわからんけど。とりあえずほら、主典同時グレートか。おっと、やっつけた。やったのか俺たち。空泣きは消えたけど、何かがおかしい。何何何、思ったよりは。おお、すげえお金。やった、超経験値玉やって。しかもどうなった。この手、私を倒したつもりか。笑わせてくれる。倒してないやん。復活。スカイ。何。思い出すがいい。あの夢のやつ。お前の絶望。お前が失った多くのもの。要は国民を失ったってことやろ。私が失ったもの。あ、本格的に記憶が戻る。信じていた。わらわが愚かだった。黒い太陽。貴様は空泣きのことをなんか信じたってこと。たとえ我が命尽きようと。もともとなんか味方や。貴様だけ。味方のふりをしとったってこと。わらわが消し去ってやる。鹿様、ご無事ですか。逃げるぜ。ここはもうおしまいだ。誰なんだ。白州、わらわは逃げるわけにはいかぬ。ゲント白州、黒い太陽を倒すのじゃ。父を殺し、家臣を殺したこの裏切り者をな。裏切り者っていうね。姫様がそう決めたなら仲間やったんや。俺たちも戦うぜ。一緒に切り抜けるぞ。主家様、あなた様の従者として命に変えてもお守りする。ケント白州、やられるよやられるよ。わらわは今より父に代わり妖魔王となる。王の命である。わらわと共に裏切り者を倒すのじゃ。はっ。で、全員やられた。我らが王の命ずるままに。思い出した。何もかも。これ、ゲント白州。ゲント。まさかの。そうなんや。白州。えらく間抜けな感じに転生したわけやね。白州。俺たち。あんなにかっこよかったのに。同じ記憶を持っていたんだ。主家のいた時代、同じ場所に僕たちはいた。3人で転生してきたんや。私から多くのものを奪ったあなたを倒すためにそこにいた。ようやく思い出したな、主家。そして愚かな従者たち。二人はなんか夢とか見んかったんやね。全然お前たちの顔が再び絶望に歪む様をこの私がどれほど待ちわびていたことか。主家になって倒すってことかな。さあ、あの日をやり直すぞ。次は私がお前たちを打ち滅ぼす。
従者の二人は覚醒しないの？今のまま？あ、覚醒？はあ！おお、やっぱ一人だけか。愚かなのはお前の方だ、ソラナキ。わらわが生まれ変わったのはお前を倒すためだ。すげえかっこいい。あ、二人も？そういうことじゃねえか。力を与え。終わらせる。一撃、マジで？いけるの？行くぞ、ソラナキ。千本鬼桜。これすげえな。すげえスピードでの攻撃。うわー、また戦闘になるんかと思ったけど、めっちゃストーリー上でやっつけたやん。さらばだ。空泣き。いや、すごすぎやろ。あんだけ私が苦戦したというのに。早く覚醒しろよ、シュカ。戻った。はあ、終わったな。ああ、よくやったな、妖怪探偵団。ついに俺たちの手でソラナキを倒したのだ。まあ、シュカがやけどね。はい。エンマ様にカイラ様、それにみんなのおかげです。ありがとう。トーマ、アキノリ、私を守っていてくれてありがとう。数千年前からずっと私たちは一緒に戦う仲間だったんだね。また君を守れてよかったよ、夏目。お帰りなさい、マサ姫様って感じだな。あ、でもカイラ様は、うん、お前たちならきっとやってくれると信じていたぞ。なくなってない。ウィス、カイラ様、まさかご無事だったとは。ああ、空泣きの目を欺き、溶水師を操るためエンマと一芝居打たせてもらった。もうやめてよ、そういうの。肉体を消した程度で、この私が死ぬはずがなかろう。イザナの王の術、舐めてもらっては困るな。はぁ、そんな離れ技、普通の妖怪はできませんけどね。カイラ。お前の決死の秘策がなければ、この戦い、勝ち目はなかっただろう。感謝する。ふん。この世界を救うためなら何でもするさ。ソロナキウイルスも力を失い始めているだろうな。皆が正気に戻るのも時間の問題だろう。やりましたね。ケイタ君。これで妖魔界に平和が戻ってきますよ。でもなんかボロッボロやけどね。ついにやったんだ。みんなの様子を見に行こう。夏目は新たな必殺技、鬼姫覚醒を使えるようになった。技なのか。まあ、セットするけども。予言の最悪に決着がついた。長い戦いだったな。本当に何もかも終わったんだね。ああ、俺たちの勝利だ。凱旋と行こうぜ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、もうあれよね、大丈夫よね。空泣き襲ってきたりとかせんよね。何かしら、まだありそうで怖いんやけど。